こんにちは、まーです、今日はですね、久々にラジオやっていきたいと思います。今日のラジオなんですけど、まあもうね、タイトルに出ちゃってるんですけども、イライラしない方法ということで、これはですね、最近になってね、私が見つけた方法なので、それで私個人はすごくうまくいっております。ただこれが、こう、万人にね、当てはまる方法かと言われれば、それはちょっとわからないので、個人差はあると思いますし、まあそもそもね、イライラなんてしないよって人もいるかもしれないしね。なのでそれはね、全然、わからないので、まあ、なんとなくこう聞いてくれれば、でこうもしね、こうなんだろう、やってみて当てはまったりとか、こうしっくりきたらね、いいなっていうか、ラッキーぐらいな、こう皆さんのね、多少役に立てれば私も嬉しい次第です。はい。で、まあ私個人はですね、すごいね、イライラしやすいんだよね。で、怒ったりとかは、全然しないんですよ、その人に対して。怒るってとこまではいかないんだよね。だからこう、今まで人生でこう、誰かに怒るとか、まあその友達と喧嘩したりとかって、その子供の時とかはさ、あるけどさ、なんかその、ある程度ね、物心ついてからは、その、なんだろうな。まあ、しかもその、イライラするって、まあ、やっぱこう、社会人になってからが多いと思うんですよね、やっぱ人間。なので、そう、イライラはするんだけど、その、なんだろう、怒ったりまでは至らない。でも、多分、態度とかに出ちゃってたんじゃないかなって、っていうその自分の反省点ではあるんですけど、で私は一応ね、性別が女なので、やっぱその生理とかその女性ホルモンの乱れっていうので、やっぱすごい、なんだろうな、生理前後でイライラしたりとかっていうのも当然、まあ1ヶ月に1回あるわけなんですよね。でそれは正直もうどうにもならないかなって思うんですよ。やっぱりね、もうホルモンの力半端ないのでそれはもうこの方法をね、試してもね、多分ね、ちょっと、どうにもならないかもしれないけど、でも私は割とそういう時でも多少効果はあったかなっていう感じはありました。はい。でまあ、その方法、まあ方法っていうか、まあ結局考え方なんだけどね、考え方なんですけど、期待しない以上です。はい。でそのね、期待しないって、いや別に期待なんかしてねえしみたいな思うと思うんですよ。私もこれは先輩に言われてちょっと意識するようになったことなんですけど、結構そのまあ仕事でまあこういろんな人がいるじゃないですか。別に自分がね、すごい仕事できるとか、そういう意味では全くないんですよ。もちろん。ないんですけど、やっぱりこう、配慮がない人だったりとかさ、その別に仕事上付き合う関係でいいわけじゃないですか。別にそっから友達になりたいなんて思ってないしね、人によってはさ。でもその最低限さ、同じく働くこう同僚としてっていう時に、やっぱこう、まあ人間だしね、みんながみんな一緒だったらもちろん人間つまらないと思うので、こう十人十色、まあ、よく言えばもうみんなこう個性があっていいっていう話になるんですけど、やっぱりさ、こう、いやちょっとこの人と一緒だともう仕事全然回んないわとか、例えばね、私は本当ね、小さなことでもイライラしてたんですよね。ただその別にそのさっきも言ったように、自分がこうすごいできるとかじゃないし、自分だってミスすることあるしって思ってたんですよ。
って自分に言い聞かせてたし、まあ、言い聞かせてる時点であれなんだけど、なんか別にさ、自分が完璧主義なわけでもないし、あの自分だって苦手なこと得意なことあるから、なんかやっぱそういうのってこうそれぞれがこう活かせればいいと思うんですよね。例えば私は得意なとこ頑張るから、もちろん苦手を克服しようとも頑張るけど、苦手なとこは違う人が、その得意、私が苦手なとこが得意な人が頑張るとかさ、まあそういうね、まあ絶対バランス取れるか分かんないけど、まあ、10人十色っていうぐらいいろんな人がいるわけだから、こうなんだろうな、みんなそれぞれ絶対にいいとこってあると思うんですよ。その性格にしたって、その仕事のあれにしたってね。だからそういう個性をこう生かしてうまいこと働けたらね、よりこう、まあ、なかなかみんなが嫌な思いしないっていうのは無理だけど、まあ、より良いこう環境にできるのかなと思うんです。ただその私はそのね、私がイライラするポイントってなんかね、常識ない人にすごいイライラするんですよね。仕事ができるできないっていうよりも、例えばさ、仕事ができてもさ、すっごい感じ悪い人とかさ、まあ、前もラジオでこんな話したと思うんだけど、嫌じゃんそんなの、いくら仕事できてもね。でも、まあ、仕事できなくてもすごい常識があって、すごい普段こうちょっと落ち込んでたら優しく、なんだろうな、こう慰めてくれたりとかさ、ちょっとこう配慮してくれる人とかって、人間的にそういう人ってこう仕事ができなくても、なんだろうな、まあ、できない程度にもよるんだけど、なんだろうな、人間的に許せるとかって多分あると思うんですよね。で、私の中では結構その人間的にどうかっていう方がこう大きくって、まあ、当然ね、そんなこと偉そうに言える人間ではないのを前提に言ってるんですけど、例えばもう当たり前なことだけどさ、挨拶しないとかさ、あとはこう自分が迷惑を明らかにかけてしまっているのに謝らないとかさ、こうね、これがさ、そしてさ、よくさ、今時の若い子はなんて言葉あるけどさ、全然若くても若くなくてもあるのよね、こういうことが。マジかって、社会人としてどうなのとかって。私はどっちかっていうとそういう方がちょっとこう気になって、こうイラッとしてしまったりとか、その配慮のなさとかね、あと空気読めないとかさ。結構ね、空気読めないってね、本当に大きいと思うんだよね。やばい死活問題だと思うんです。その仕事に関わらずさ、こう協調性とかね、やっぱこう人とこう同じ空間で何かをするとかさ、なんかやるとかってさ、なった時にさ、結構大きいじゃない。え、なんで今そんなこと言ったのみたいな、人のこと考えてるみたいなさ、相手のこと考えて言ってんのみたいなさ、あるじゃないですか。私はね、そういうのをなんか自分はね、すごく考えるんです。もちろんこう考えきれてない部分もあって、未熟なとこもいっぱいあると思うんだけど、すごい考える派なんですよ。これ言ったら相手がこうどう思うかとかっていうのを考えた上でこう発言するように、まあ、昔からしてるので、そういうこう無神経な人とかってはぁとかって思っちゃうんですよね。で、結構そのなんだろうな、やっぱまあさっきも言ったけど、その職場は別に仲良しごっこする場ではないので、友達とかじゃないから、まあこう多分友達だったらさ、もうさ、なんかいろんな面を見て、それも踏まえても友達でいれるわけだからさ、友達だからね、そのはっきり言い合えるし、まあ、だから成り立ってるわけだけども、その職場ってなるとさ、友達っていうか、まあただの他人の集まりじゃん、まあ、友達も他人だけどさ、っていうところでやっぱさ、許せる許せないっていうのがあると思うんですよね。で、まあ、さっき言ってたみたいに、私は本当ね、カルシウム不足なのかってぐらいイライラすることが多い人間だったんですけど、それをこう先輩に愚痴ってた時に、期待しなきゃいいしょみたいなこと言われたんですね。で、いやいやいやみたいな、私期待なんてしてないですよみたいな、あんなのね、期待しないですよみたいな口悪いんだけどさ、言ってたんですよね。そしたら、私もその後に、まあ
その先輩との何気ない、本当何気ない会話だったんですよね。先輩も何気なく言ってくれて、その私の話を傾聴してくれた上でね、そうやって言ってくれたんですけど、私も後でこう一人になった時に冷静に考えたんですよね。いや期待なんてしてないのになーってふと思った時に、でもきっと無意識に期待してるからイライラするし、視界にも当然入ってくるし、こう鼻につくじゃないけどなのかなって思って、でこう確かにこう冷静にね考えて、こう今までのこととか回想してるとさ、いやなんでそういうこと言うんだろうとかさ、なんでなんかそういうことしたのにこういうことはしてくれないんだとかさ、とかってこう思ってイラッとしてる時点で相手に何かしらの期待っていうのをしてるんだなって思ったんですよ。いやすごい当たり前なことなのかもしれない、こんなことに今更気づくのもね、すごいおかしな話なのかもしれないんですけど、私はね最近やっと気づいたんですよね。でそっか、私無意識に期待してんだと思って、いやそれはいかんわと思ってね。だって、まあ、さっきも言ったように、その人間得意不得意あるわけだし、まあ、個性いろいろ十人十色なわけで、なんだろうな、変な話、例えばさっき言ったみたいに挨拶ができない、もうアラサーとかになって挨拶ができない人間に対して、これから挨拶ができるようになるかっていうか、そういう期待ってもう無駄だなと思って、やっぱ人間さ、結構やっぱ頑張って意識しないとね、絶対変わんないと思うんですよ。自分はある程度年いくと余計、むしろどんどんこう頑固になってったりするし、だからよくこう、なんていうんだ、相手を変えようって思うより自分が変わろうみたいな言うじゃないですか。でもその相手を変えようって思うっていう時点でも、もう相手に期待してますよね、それって。だから、まあ、それと多分ちょっとイコールなことではあると思うんです、自分を変えようっていうのってね。だからもう相手に何の期待もするなっていうことだと思うんですよね。でなんかこう一見ちょっとこうひどく聞こえるかもしれないけど、いやすごい大事なことで、別にさ期待しないからってさ、別になんかいじめるとかさなんかこうその人を罵倒するとかさ、全くそんなんじゃないわけじゃないですか。誰にも迷惑かけない、自分の心の中の問題なので、本当誰にも迷惑かけないし、むしろその私から発される愚痴が減るし、私の心も穏やかでいれるっていう、そして誰にも迷惑かけないっていう、なんかいいことしかないんですよね。はい。で、その実際にその期待しないっていうのをちょっと考えて、そのやってみた時に、まあ、とにかくそういう意識でやったんですよ。本当意識だけ、期待しないね、その無意識にしちゃってたんだって、まずその認めることが大事ですよね。いや私は期待なんかしてないし、ふんふんっていう感じでいたら、多分ずっと期待しちゃうんですよ。自分でまずその起きてることが理解できないから、対処法も当然立てれないですよね。だからまずその受容するっていうのかな、あ私はこう期待しちゃってたんだ、それでイライラしちゃってたんだとか、こういう時はこうこうこう思っちゃってたんだ、あそっかなるほどなって、なんかそれを納得した時に、私まずその時点でちょっと楽になったんですよね。あそっかそっかと思って、でそっからじゃあ期待しないようにこうやってみようと思って、でそれをこう実践し始めてから、やっぱりその自分の中でその意識を変えたっていうのがやっぱ結構大きくて、当然すぐなんだろう、すぐできたわけじゃないんですけど、でも割と早かったかな、順応は。うん、でやり始めて、そしたらその本当に今までその人のことがある意味気になって気になってしょうがなかったんですよ。ある意味なんかまあなんかやらかさないかとかっていう心配もあったのもあるけど、その人の言葉一つ一つが気になったりとかしてたのね、本当に。でそれをさ聞いたからって私がさちょっとそれどうなのとかさ、そういうことを言えるわけではないんだけどねそこチキンだからさ、そこまで言えるわけじゃないし、なんていうのかな、ただその人にもよるじゃないですか。
言ってあげたい人っていない？今後にそれこそさ期待をしてるからこそ、あ、ここ直したらこの子もっと良くなるのになっていう人とかには言うよ、言う言う。でもなんかそのさっき言ったみたいにその期待値のないさ、そんなさもうあーダメだなみたいな人になんか言ってあげたいって思えないじゃないですか。いやそれってなんかその人にしたら多分それはそこは言ってあげないとその人一生分かんないですよとか、あるかもしれないけど、その人には、まあ、その人を例えるとその人には私じゃなくて別に指導係がいるし、まあ別に私が横から口出してもいいんだけども、まあこういう言い方したらねヘリクスかもしれないけど、もうだんだんねいい年こいてきて、なんかもうそれができないっていうのはもう絶対最初に言われてきてるわけだし、で今はそれなおできていない。で実際他の人は言ってるんですよ。他の人は結構言ってるの。そうそう、その指導係とかも言ってる。でも治らない、いやもうねっていう、そのまあそれこそ期待できないよね、まあ諦めるよねっていう。でそれをこう冷たく感じるかもしれないけど、私はちょっとね性格が悪いので、まず人にそう思わせる行動をした自分が悪いと思うんですよ、申し訳ないけど。やっぱりこうなんだろうな、私もこう昔からなんだろう、部活とかがその上下関係すごい厳しかったっていうのもあって、結構学生時代からそういうのってこうなんだろうな、結構自分の中でこう鍛えられたとこがあって、その上下関係のね恐ろしさって言ったらあれだけど、だからその辺の常識はなんかまああるつもりなんですよ。でなんだろう、まあそれがねできない人が絶対ダメってわけじゃないよ。なんかやっぱ人によるじゃないですか。例えば愛嬌とかもあればさ、キャラクターもあるから、そこはね絶対そこができてればオールオッケーとかそういう話じゃないんだけど、それこそね気が使えたりとかさ、愛嬌があったり配慮できたり空気が読めたりとかさ、まあみんながみんな全部できるわけじゃないけど、そのなんだろうな、ある程度のその、はい、配慮っていうか、そのある程度のなんだろうな、人間としての味というかさ、キャラクターとかで結構そのなんだろうな、まあ、先輩に可愛がられたりとかさ、後輩に頼られたりとかなんかあるじゃないですか。でももうなんだろうな、それをその人はもうもらえないわけですよ。もうだってみんなに呆れられちゃったから、可愛がってももらえないじゃないですか。でもそれってもちろんそうなる前には誰かしらがその人に手を差し伸べました、でもダメだった、で今のまあ立ち位置を自ら作り上げてしまったっていうのがあるので、そこはね冷たい言い方だけど自己責任もあると思います、本当に。はい、まあそれをね根気よく支えてあげれる人がいればもちろんもっといいのかもしれないけど、まあ私はまあさっきも言ったけど、まあなるべくならイライラしたくないし、なんていうのかな、なるべくね、ただでさえ仕事ってストレスなんだから、なるべくねストレスフリーでいたいじゃないですか。もちろんやることをやってね、嫌なことからも逃げずに向き合って日々成長していきたいなって思ってます、思ってるんですけど、やっぱそこで冷たく聞こえるけどそうやって切り捨てる自分からそのストレスを減らすっていうのは本当にこう生きていく上で大事なことだと思うんですよね。でじゃあ、まあ、さっきから例に挙げてる人の指導係の人が大変な思いをしてるっていうのは当然見て見ぬふりはしません。もちろんそこにはもう手を差し伸べる、もしそこのその人からなんかもうなんだろうな、なんかこうしてほしいとか助けてほしいっていうのがあればもちろん助けますし、
だからなんだろうな、そういうなんかもう知らない、ふん、一生話さないし、ふんみたいな、そういうガキみたいな話ではないんですけど、ちょっとね話が脱線してわけわかんないんだけど、あのなんかイライラしない方法なのに、なんかわけわかんない話になっちゃったんだけど、まあなんかとにかく別になんかその切り捨てるとか、なんだろうな、こう、まあ、仕事だから、それこそそこで勤めてる以上自分にも責任はあるので、誰かが困ってたら助けたりとか、そういうとこはもう常識の範囲内でいいんですよ。ただそうやってこう自分の気持ち、自分のストレスを解放するって意味では、そういう期待しないね、別にそれイコール関わらないじゃないから、それはね、そこは勘違いしないでほしいんですけど、あくまでただただ期待しない、うん、別に喋ったりとかなんかこうしたするとかは全然するし、ただ本当に期待しない、本当にこれが大事だと思います。はい、なんかすげえ無駄に長くなっちゃったんだけど、とにかくそれで私は本当にストレスが減りましたし、その、まあ、さっきから例に挙げてる人だけじゃなくて、いろんな人に対してそういう心で接することができるようになったし、でイライラすることが減ってストレスも減ってくると、自然と心に余裕が出てくるんですよ。ってなったら、こうもっと今までよりもっと周りに配慮できたり、見れるようになったりとか、仕事効率も上がったりとか、あとは家に帰ってから仕事とプライベートの切り替えっていうのが、今までよりももっともうスイッチパッチンって感じでできるようになったので、すごく良くなりましたね、私自身。本当に心が穏やか。だから結構今まではイライラして、もう帰ってきてもなかなかこうスイッチを切り替えられなくて、もうまあ毎日晩酌みたいな酒に逃げるみたいなこともあったんだけど、そういうのも減ったし、こうもちろんね、嫌なこととかあって思い出したりとか、ああとか思うことは多少はあるよ、そりゃ出来事によってはね、あるんだけど、本当に減りましたね。だから本当になんかデメリットっていうのがないかなって思いました。だってその自分がね、イライラしてこう怒んないにしてもさ、絶対こう態度とか雰囲気に出てたと思うから、そういうのって周りももし感じてたら嫌じゃないですか、そんな人いたらね、っていうのもあるし、まあでも前からね、なんか私に対してさ、すごいなんかイライラしてるねとかさ、言われたことあるわけじゃないから、周りにとったら何も変わんないかもわからないんだけど、まあ、とにかくね、そんな感じでちょっと期待しないっていうので、すごく私は良くなったので、心が心身ともに。なのでね、皆さんもね、もしこう私みたいにイライラする人がいたら、煮干しとか食べるより全然効果あると思うので、一時めっちゃ煮干し食べてたからね、私毎日。あ、もうイライラすると思ってね。食べてる時点でイライラしてるから、なんかもう意味あんのかって感じだったんですけど。なのでちょっとね、皆さんもね、もしちょっと、あ、わかるわかるって、その気持ちわかるわ、みたいな人がいたら、なんかぜひね、ちょっと試してみてもらえたらなと思います。それがもちろんね、みんなに合うかはわからないので、やるだけやって、あ、違うなと思ったら、違うなでいいので、ちょっとそんな感じで今回は私のね、イライラしない方法をお話ししてみました。はい、ということで、またダラダラ長くなったんですけども、よければチャンネル登録とツイッターのフォローよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。